はい、皆さんこんちくわ、シンガーソングライターそして音楽教師の畑中圭一です。いつもね YouTube 見てくださってる方もありがとうございます。今日はお知らせということで動画を撮っているんですけれども、2024年2月の頭にですね、約6年ぶりとなるフルアルバム、僕のニューフルアルバム、これがねリリース、決定いたしました。イエイ。ということで全11曲でタイトルは、35 Wings ということになっております。まあ、このタイトルの由来はですね、まあ2024年来年に僕まあ35歳になるということと、まあ、その節目と、そして、僕のね敬愛する斉藤和義さんが、35歳の時にちょうど35 Stones というアルバムを出してるんですね。それ名盤なんですけど、まあ、それにちなんで、まあ、僕はねこう35歳まあ羽ばたくぞという気持ちも込めて35 Wings という、タイトルでアルバムを出します。ぜひともね皆様手に取って、CD を聴いていただきたいんですけど、まあ元、まあサブスクにもね、上げる予定ではいるんですが、よかったらねこのちゃんとした CD の版も作るので、ぜひとも、手に取って聴いていただけたらなと思います。で今ねこうやって流してる、今ダラダラ流してますけど、まあ、この今まで出した、こういったシングルも全部ではないですけど、ちょこちょこ入れながら、新曲を6曲プラスして全部で11曲リリースいたします。絶賛ね、曲作り&もうレコーディング中なんですけど、現在もう毎日、もう曲を考え作って構成し、そして、ドラムをレコーディングしたり、まあ、仮の歌を取ったりとか、もう本当にレコーディングと曲作りの日々を送っております。まあ、忙しくさせていただいてるんですけど、めちゃくちゃいい曲、新曲でもね、もう全部シングルとして出せるレベルの、決してこうなんかアルバムの中の1曲というよりはもう全部シングルで出したいぐらいのクオリティのものが新曲もたくさんできてきてるので、本当捨て曲なしの11曲もう全部シングルレベルだぜっていうような感じの、アルバムになると思いますので、ぜひこちら楽しみにしていてください。でそれに伴ってですね、そのまあアルバムに制作、まあ、アルバムのリリースに向かって、その制作のこう現場とか制作の過程をちょっと YouTube でもね、編集して、少しずつ、まあ、そのレコーディングの様子とか曲作りの様子みたいなのも少しずつ発信していけたらなと思ってますんで、動画もまあいくつか、アルバム制作に向けた動画をいくつかね出していきたいなと思ってますので、そちらも楽しみにしててください。そしてですね、そのアルバムリリースに際して、2024年まずは1月13日に、こちらをね告知済みですけれども、香川県高松市でですね、丸亀町レッツホールにて、ホールワンマンライブ決定しております。これはもう弾き語りによるホールの、ワンマンライブとなっておりますので、1月13日ですね、ぜひとも地元の皆様そして各地から、お集まりいただいて、僕の音楽を楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。そして、このアルバム35 Wings Out、このリリースのレコ発ワンマンも決まりました。イエイ。2024年2月3日、これがグレープス北参道、北参道にあるグレープスというお店で、やります。レコ発ワンマンライブ、これはいつもの、僕の畑中バンドの皆さんと一緒に、ギター川野智也くん、そしてベース谷口翔太さん、ドラム小犬沼明さんという、最強のメンバーに囲まれて、これ、アルバムを作るバンドメンバーでもあるので、もうそのアルバムに収録する音源のに近い形で再現をして、ライブができると思いますんで、こちらもねぜひともチェックしていただけたら、予約はねメールだったり DM だったり、ホームページの方からもしていただけたらなと思いますので、ぜひお待ちしております。ということで6年ぶりのね、アルバム
リリース、僕もワクワクしてますし、もうめちゃくちゃ忙しく大変なんですけど、楽しみながらやっていきたいと思いますので、ぜひとも皆さんもね、一緒に楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということでよろしくお願いします。引き続き動画とかも楽しみにしていてください。畑中圭一でした。ありがとう。